山下智久38主演の連続ドラマ、ブルーモーメント水曜午後10時のスタートが4月クールに控えている、フジテレビ。2020年10月に、旧ジャニーズ事務所を退所してから、初の本格的な民放連ドラ出演として、注目を集めているが、フジテレビは4月期、さらにやめジャニーを起用していて、4月クールの、木曜劇場枠午後10時は、 赤祖英二さん29が主演、方根京子さん26がヒロインの、病院を舞台にした、権力闘争や、ラブサスペンスを描いたドラマが控えているといいます。そして、そのドラマには元患ジャニイと現在は、スーパーエイトで2019年9月末に退所した、西木戸梨央さん39も出演すると、聞こえてきています。こちらも、錦戸さんが、旧ジャニーズを辞めてから、 初の民放連ドラですね。ドラマ制作会社関係者イコールイカドー山下と西木戸の出演作、やめじゃにでも特に人気の二人だが、どちらも、フジテレビの気合が感じられるドラマだという。ブルーモーメントは、ヒロインに、今、とても旬で、演技の評価も高い出口夏樹さん22が起用されて、いますし、ドラマの内容も気象庁気象研究所の、 研究官である主人公が仲間と気象災害から人命を守るために奮闘するという王道の救命者。大きな話題になるのは間違いなく山下さんは筋骨隆々でバキバキですので人命救助のシーンで色気あふれる肉体美を見せてくれそうですね。ブルーつながりで山下を象徴するフジテレビドラマコードブルーシリーズ2008から2018を 連想する声も多いコードブルーはテレビ版だけでなく劇場版も興行収入93億円の大ヒット作品だっただけにブルーモーメントにもそれを期待しているところはあるだろう一方錦戸が出演するといわれている木曜劇場のドラマはどうなのか主演が大人気俳優の赤楚さんでドラマの内容も医療とかサスペンスとか人気要素を詰め込んでいるそうですよ そこに、昨年6月配信のネットフリックスドラマ、離婚しようよで、ダダ漏れの男の色気が大いに話題になった、西木戸さんが起用される、西木戸さんは若い赤楚さんや、ヒロインのホーコンさんを翻弄する、食えないキャラを演じるのではないでしょうか。富士は、現在放送中の、婚活千本ノック水曜日夜十時からにも、西木戸に出演を打診していたとされる。 婚活千本ノックのオファーを、西木戸さんサイドが断ったと言われていますね。それでも、フジテレビは、西木戸さんに出て欲しかった。それで、4月期の赤素さんの主演ドラマに起用されたということでしょうね。テレ朝は、旧、ジャニーズまみれ閉サイトが、フジテレビに、西木戸のドラマ出演の件を問い合わせたところ、制作の詳細についてはお答えしておりませんとの回答だった。 そのように、フジテレビでは、発表済みの山下だけでなく西木戸の起用も、言われている一方で、現役旧、ジャニーズタレントをかなり積極的に起用しているツボネも、あって。ジャニー北川氏、去年87の加害問題の影響で、多くのツボネで4月クールの連続ドラマは、旧、ジャニーズのタレントのキャスティングが減っていると言います。フジテレビも、山下さんや、 西木戸さんやメジャニの起用に積極的な一方で明確に手を引いている感じがしますよね一方で民放でも特に旧ジャニーズと親密なテレビ朝日は別4月クールも積極的に旧ジャニーズ俳優を起用していますまず石原里美37主演のデスティニー火曜夜9時にはカトゥーン 亀梨和也37の出演が発表されている。賢治の石原と元学友の亀梨が因縁のある過去の事件を追っていくという作品だ。石原さんが2022年4月に第一子出産を報告してから初の連ドラという点で注目されています。育児に忙しい石原さんへの配慮で撮影は昨年の夏に終わっていると言いますね。放送前に 少々話題になることがありましたが、本作には田中みな三37が出演しているが、1月1日のスポーツニッポンに亀梨との熱愛がスクープされ、双方交際を否定していない。その影響で、田中さんはテレ朝から、デスティニーの番宣 NG が要請されたと報じられました。主演と相手役ならまだしも、田中さんは3番手以降のキャスティング。 迂闊に露出を増やして、主演の石原さんが、話題にならなくなってしまうのを避けたいということのようです。亀梨以外も、テレビ朝日では、木村拓哉51が、木曜夜9時枠、キングプリンスの長瀬二25が、推しドラサタデー枠土曜夜11時に主演ドラマが、控えていると報じられている。井原義彦47が主演の人気シリーズ、特装9も、 水曜夜9時枠でシーズン7が放送予定だ井ノ原さんは新会社スタートエンターテインメントの取締役 CEO を最高執行責任者とジュニア Q ジャニーズジュニアを育成するアネックス Q ジャニーズアイランドの社長を兼任しつつ現在もタレント業も行っている出没アドマチック天国テレビ東京系の MC も 継続しているし、一連の事務所問題で揺れるジュニアのケアなどもしなければいけないし、そこに、さらに主演のレンドラとなると、とにかく、ハードワークですよね。そして気になるのが、木曜夜9時枠で、ドラマが控えている木村だ。近年の木村は、表情シリーズ富士テレビ系、2020年からや、未来への10カウント2022年4月期、テレビ朝日系など、 脱気無むを意識した作品が目立つ。そんな木村は、昨年1月クールの、風間君近協情例が、全話平均世帯視聴率9.8%、木村主演の連ドラで、初の平均1桁で終わってしまったばかり。ジャニー氏問題の影響もまだまだあるだろうが、今度の4月ドラマは、絶対に失敗できないだろう。木村拓也は、視聴率男の進化が問われる。 4月のテレ朝ドラマで木村さんは冤罪の真相を追う脱獄犯を演じると報じられていますね当初は忖度なく真実を追う報道キャスターの作品を予定していたのがジャニー氏問題の影響で変更になったとか木村さんは2019年放送の主演ドラマグランメゾン東京を TBS 系の続編のスペシャルドラマと映画も控えているそうで その撮影で3月にはフランスへ飛ぶと言われています。4月のテレ朝ドラマは非常にギリギリのスケジュールでの撮影になるのでしょうね。そんな中で木村さんはハイクオリティな視聴者が面白いと思える作品を作ることができるのか視聴率男キムタクの進化が問われますね最後に現在の1月クールは角脇麦31主演の 中房のアリス日本テレビ系に2番手で出演中の長瀬にとっても話が出ている主演ドラマは重要なものになりそうだという長瀬さんは2022年7月クールの主演ドラマ新信長後期クラスメイトは戦国武将日本テレビ系広瀬鈴さん25のお相手役で出演した2023年1月クールの夕暮れに手をつなぐ TBS 系が どちらも数字が振るわず、数字の取れない役者のイメージが定着しつつある。主演が噂される、推しドラは、遅い時間帯なのでリアルタイムの数字はそこまで気に、しなくてもいいかもしれませんが、主演俳優、として強い存在を残す必要はありますよね。厨房のアリスの長瀬は2番手だが、主演の門脇、ベテランの大森なお51の2人が際立っており、 永瀬がいまいいいまち目立てていないところもある。現在、推しドラ枠で放送中の SnowMan、岩本照さん30の主演作、恋する、敬語24時は、第1話1月13日放送の見逃し、配信再生回数が129万回を突破し、同枠の歴代最高記録を達成して話題になっています。長瀬さんにとっても、次のドラマが勝負の作品となるでしょうね。 富士テレビは、山下と、西木戸、テレ朝は、亀梨、井ノ原、木村、そして長瀬、やめじゃに VS 現役の様相を提出つつある4月クールの、連ドラバトルを制するのは、どちらのつぼねなのか。画像、激アツです山下と久、富士新ドラマのリリシすぎ、眼差しとブルー制服ビジュアル。ヒロイン役の出口夏木と、